はい、それでは今回はお金で不幸になる4つの性格についてお話したいと思います。この4つの性格どれかに当てはまるのであれば、ややにそのお金に対する考え方がちょっと歪んでいるので、ちょっと修正する必要があるかなという、そういった診断として使ってもらえればと思います。参考としましては、お金で不幸にならない11のカルテという本を参考にしました。はい、それでは内容、前回お話しした内容になるんですけど、なんでお金で不幸になるのかっていうところで、いろんな、稼ぎが足りないとかそういった理由があるんですけど、一番手っ取り早く直せるのはお金への認知の歪みですね。お金、例えば育った環境によって、極端な、例えばお金は汚いんだとか、お金は、あんまり触れちゃいかないとか、お金を稼いでるやつが偉いとか、そういった極端な思考を持っているっていうのが、どうしてもお金の認知が歪んで、その、使い方やったり、稼ぎ方だったりっていうのがちょっと歪んでしまっているのが、どうしても不幸に進んでしまっている原因になっているというところで、それを直すために今回、ちょっとその、なんですかね、お金の認知が歪んでいる例を出して、それを見ることで自分を客観的に見つめ直しましょうというのが今回の内容になります。で、ここで覚えておいてほしいのが、何かが壊れているわけではないと、性格が壊れているとかそういうわけではなくて、やや普通よりもちょっと偏った思考をしているなということを、今回、感じていただければ、その自分がフラットになるためのその客観的な視点を持てるので、少しずつちょっとずつ直していくっていうのが、一番いいかなと思います。で、その足がかりとして今回、自分が歪んでいるかどうかをまずそもそも知らないので、それをまず歪んでいるかどうかということから確認しましょうというのが今回の内容になります。それでは今回の内容になっていきます。前回お金の、使い方として、啓蒙主義と拝金主義ですね、要はお金があればあればいいっていうものと、お金なんて汚いんだから持つべきじゃないという、そういった考え方について紹介しました。で、今回は、時間感覚ですね。お金と時間っていうのはすごく関係してくる内容になります。例えば有名な研究で言うと、お金を今使うのと、それとも、10日後に、お金を、2倍とかにしてもらえるとしたら、どっちがいいですかと。今100円もらうのと、10日後200円もらえるのどっちがいいですかっていうような質問をする場合があります。そういった時に、何を測るテストかっていうと、要は自分をコントロールできるかっていうことを測るテストなんですね。10日後に2倍になお金がなることってそうそうないので、基本的には10日後まで待つべきなんですよ。合理的に考えると10日分まで待つべきなんですけど、人間セルフコントロールがない場合とか、人は信じられないとか、そういったいろんな理由があると思いますけど、そういったその、コントロール、自分のコントロールができない場合は、すぐお金を使っちゃうと、そういった部分っていうのが、歪みに変わってくるわけですね。それは人によって判断が違うんだけど、でもベストな選択肢はあると。合理的に考えればベストな選択肢はあると。ただその合理的な判断から外れているかっていうのを、今回、その時間感覚とお金の関係性を感じていただければいいかなと思います。今回の目的は、自分の思考の歪み、何回も言ってますけど、思考の歪みっていうのを認識することによって客観的な視点を持ちましょうと。自分が普通から見てどの方向に歪んでいるのかを知ることによって、直す手がかりにしましょうというのが今回の内容になります。今回大きく4つ、違うタイプについて、挙げてますので、自分がどれに当てはまるかを見ていただければいいかなと思います。多分2つに当てはまることはなくて、多分どれか1つだけ当てはまると思いますので、ちょっとこの辺りは自分に当てはまってちょっと、悪い部分だなと思ったら、ちょっとその客観的な視点として、直す手がかりにしてもらえればいいかなと思います。それぞれ性格とその、問題点についてお話しているので、それを見て参考にしてもらえればいいかなと思います。ということで、一つずつ説明していきますね。一つ目は快楽型です。この性格っていうのは、すぐに満足を得たいっていう、そういった考え方になりますね。わかりやすいのはパリピ系っていうと、わかりやすいかなと思います。例えばスポーツとかパーティーとか、そういったセックスとかが大好きな、そういった快楽型ですね。とにかく今を楽しく生きると、そういった考え方になります。で、これで、すぐ満足を得るっていう点では、コントロールできてないように見えるんですけど、逆に表裏一体で今を楽しんでるっていう考え方をすれば、すごく幸せな、タイプの人間にはなります。なので、今注目されているマインドフルネスとかっていう考え方ありますけど、ああいうのっていうのは今をとにかく楽しむっていう、今を、集中して感じるっていうのが、幸福に大事だよっていうのが、研究で分かってるわけですね。なので、快楽型っていうのはすごく幸せな部類ではあるんですけど、ただお金の使い方で考えると逆に悪い面もありますよねという、そういったそのプラスマイナスを知っておくことによって、じゃあお金の使い方だけちゃんと考えようねっていうのが、対処できるかなと思います。
ということで、この快楽型の問題点として浪費がありますよねと。あと、ギャンブルとか依存症っていうのがあります。ギャンブルっていうのは、要はすぐに満足を得るっていう、その短期的な考え方ばっかりになるので、どうしても今大きなお金を動かすっていう考え方になっちゃうと。長期的に、要は投資とかっていうのは、長期的にコツ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 、量を増やしていくっていうのが投資なので、まあ、ギャンブルみたいな短期的な考え方になると、どうしてもギャンブルになっちゃうと。あと、まあ、依存症も、短期的な満足を得るために、その未来の自分の健康とかを害してしまうこともありますよというところをちょっと気をつけましょうねという部分になりますね。で、2つ目が運命型です。運命型っていうのは、要は、性格としてコントロールができませんよと。世の中のことなんか自分で計画立てても世の中なんか予想できないんだよと。だから、まあ、コントロールできない、コントロールなんてできないんだから、そんなのもう考える必要なんかないよっていう考え方の人になります。まあ、なんで、どうせ予測できないから、例えばもうどうせ予測できないってなった時に人がどうするかっていうと、何もしない、もしくは一か八かのギャンブルに出るの、どっちかなんですね。なので、まあ、例えば無力感、その、まあ、どうせコントロールなんてできないんだから自分なんて何もできないんだっていう無力感に苛まれる、もしくは、まあまあ、もう一つ、白馬の王子様町、これ恋愛系だとそうなんですけど、要は自分じゃ何もできないんだから、何かいつか自分のために来るんじゃないかと、ほっといたら何か幸せが回ってくるんじゃないかっていう、その白馬の王子様町的なことになってしまうと。もしくは、そのギャンブル的なものに落ちる可能性もありますよというのが運命型ですね。要は、まあ、これ運命型かなり、結構シビアな問題なんですけど、結構まあ多いかなと思います。その、まあ、企業でどうしてもコツコツしか給料が上がらないとかだったら、まあ頑張る気力も失せるだろうし、まあ、そういった部分で、まあ、人間ってどうしてもコツコツ進んでいくしかないんだっていうところをまあ考えるぐらいしか対処法はないかなと思います。で、3つ目が未来型ですね。これ要は計画をちゃんと練って進んでいくっていう点ではすごくいいんですよ。まあ、性格として心配性ですね。心配性なんで、未来のことを考えてちゃんとお金をコツコツ貯めていくとか、そういったものですね。で、あとは楽しみは後にしましょうと。今お金をコツコツ貯めて、みんな結婚式とか盛大にやって楽しむとか、子供の成長のためにお金をコツコツ貯めて今は我慢するみたいな考え方ですね。だから我慢を悪としない、そういった我慢していつか楽しいものを得ましょうという考え方ですね。で、これ未来型行き過ぎるとどうなるかっていうと、必要な時に使えないっていう問題が発生するわけですね。例えば結婚するか結婚しないかってなった時に、まあ、結婚してしたとしてもお金が十分じゃない場合っていうのは、もしかしたらまあ子供に資金が使えないかもとか、そうかもしれないっていう可能性が起きてくるわけですよ。事故したら、お金で困るかもしれないとか、子供が私立に行ったら学費が足りないかもしれないとか、そういった時に、そういった未来への不安感がありすぎると、必要な時に使えないと、今は幸せになるためにお金が使えないという問題がありますよと。で、もう一つがワーカホリックですね。とにかく働くと。お金がないんだったらもう働いて稼ぐ以外の答えはないと。稼いでっていうことだけを考えるとワークホリックになっていきますよというような問題があります。なので、まあ、今を楽しむっていうと、その 快楽型と表裏一体なんですけど、このバランスを取るのがすごく重要な部分になりますね。なので、まあ、今も楽しむ、で、未来型のポイントとしては、今も楽しめる性格に少しずつ寄せていきましょうよと、今をちゃんと見ましょうよっていう部分になります。基本的に今を楽しめなかったら未来に急に幸せになることはないので、まあ、今から徐々に幸せになりつつ、こう、未来のことも考えつつバランスをとっていくのが大事かなと思います。で、最後が、現在型ですね。現在型、まあ、現在って書いてますけど、過去型に近いですかね。まあ、過去の記憶を重視して考えるっていうような、考えですね。で、性格っていうのは、まあ、過去の成功をもとに行動しますよと。あと、まあ、昔の友人重視しますよという感じですね。まあ、これ自体はすごくいいことなんですよ。まあ、友人をすごく大事にするっていうのはいいことなんですけど、結局、昔の友人ばっかり大事にしてる。あ、これちょっと切れてますけど、昔の友人を重視するっていうのは、要は新しい、コミュニティとかに飛び込まないってことなんですよね。だから、リスクを急激に回避してしまうと。これがかなりの問題で、要はリスクを回避しすぎると、どうしても、まあ、チャンスも舞い込んでこないわけですね。リスクとチャンスは結局表裏一体なので、まあ、リスクを回避しすぎるのはすごく、ちょっと、まあ、それはそれで問題かなと思います。まあ、あと過去の成功元に行動しているっていうのが、まあ、一つ、その、チャンスが舞い込んでこないからどうしても仕方ないんですけど、過去の成功元に行動しているので、いつかはまあ失敗しますよねっていう話ですね。あと、溜め込み癖が出やすいっていうのも、まあ、これちょっと現在型の特徴ですね。これ昔の友人とずっと、接しているので、まあ、何か新しいことに投資するっていうことがないわけですね。なので、まあ、お金を貯蓄ばっかりしてて、結局、まあ、何もしないまま人生が終わっていくような、だから長期的に見るとすごい不幸になるんじゃないかなというのが最後の現在型ですね。
なので、まあ、ちょっと今回、お金で不幸になる4つの性格として、まあ今回4つ、紹介しました。で、快楽型、運命型、未来型、現在型の4つですね。で、この4つどれか当てはまった場合はちょっと、まあ、自分の性格っていうのを見直した方がいいかなと思います。何かの部分が、自分を不幸になるトリガーは発生するその4つの問題になるので、自分のお金の使い方をちょっと振り返ってみてればいいかなと思います。ざっくりと振り返ると、快楽型っていうのはすぐ満足を得たいと、パリピ系の人間ですよと、この問題として浪費しやすいとか、ギャンブル、短期的なお金を稼ぐことばっかり考えてギャンブルしちゃったりとか依存症になったりとかしますよと。なので快楽型の人は、ちょっとまあ合理的な判断っていうのはちゃんと、お金を使うときはしましょうねっていうのがポイントです。で、2つ目が運命型ですね。性格としてコントロールできないっていうような考え方になります。なので無力感だったり、白馬の王子様待ちっていう、まあ他人が何とかしてくれるだろうっていうような考え方になっちゃいがちです。この人にとっては、まあこの人の対処法としては、まあ、結局人生というのは少しずつ積み上げて改善していくものなので、まあ、コントロール、自分でコントロールできる範囲でやっていくっていうのが、まあ、そのコントロールできないものとコントロールできるものっていうのをはっきりと自分の中で分けておくっていうのがポイントかなと思います。で、3つ目が未来型ですね。未来型の性格はすごく心配性であると、とにかく今我慢して、未来に幸せを得ようという考え方です。で、問題としては必要時にお金が使えないとか、まあ、ワーカホリックとか、まあ、とにかく、今我慢するっていう考え方になっちゃいがちなので、まあ、ポイントとしては、未来型の人は、まあ、快楽型を少し見習って、今も幸せになるっていうような考え方をしましょうと。今が幸せじゃないと未来も幸せじゃないですよというような話になります。で、最後が現在型ですね。現在型は、まあ、過去の成功をもとに行動して、まあ、昔の友人をすごく重視するというところで、まあ、問題はもちろんリスクを回避しすぎるというところですね。まあ、だからこそ、まあ、チャンスが巡ってこないというところなので、まあ、現在型の人は、まあ、昔ばっかり見ずに、まあ、新しい環境とか、まあ、そういったチャンスを得るためにも新しい環境に飛び込んでいくっていうのが、まあ、重要なポイントかなと思います。まあ、そのバランス、取りながら、まあ、昔の友人大事にすることは、いいことなので、まあ、そこのバランスをうまく取っていくっていうのが現在型の対処法かなと思います。はい、ということで今回、歪んだ時間感覚について紹介しました。前回今回に引き続き、まあ、お金に関する、その不幸になる原因っていうのをお話したので、次回にその克服法についてお話したいと思います。で、まあ、対処法結構もうシンプルで、特に難しいことはないんですけど、まあ、それ次回やってからまあ終わりにしようかなと思います。ということで今回、ご視聴いただきありがとうございました。これで終わります。